どうしたばあさん、何があったんだ、なぜこんなに人が死んでる。皆殺しじゃ、皆殺しじゃ。どうして。里見の姫を助けたろう、皆振り殺された。こいつはやべえや。おい、行くぞ。おい、どうしたんだよ。おい、おい、来い、早くしねえかよ。死んだもんの魂を沈めんで。そう、私は何も知らない。お姫さん育ちじゃな。しんべえ、私はこれから城へ行きます。え、私のためにこれ以上人を死なせるわけにはいかない。
らお前を捕まえて褒美にありつくことしか考えてねえ。俺と同じだい。なぜだ。怪我してる。痛むか。気がつかなかった。この水はきれいだ。しずひめですね。しずひめではありませんか。では我々の探していた同志たちです。この洞穴に住んでいるのですか。そうです。ここへは誰も入ってきません。この洞穴に入ると生きては出られない。里の人々はそう思っています。なぜ。この洞穴に住む我々を見ると人は驚いて打ちかかってきます。形が異様ならその心も異様だと里の人々は決めてかかっているのです。この洞穴の中では私たちは誰にも負けない。この洞穴の向こうがミスマルガ岳、伏姫の祠はその山中にあるらしいのです。